かくて、西のおとどに犬の時に渡りたも、宮のおわします西の鼻血で押しつらいて、見串上げのないしなどもやがてこなたに参れり、上もこのついでに中宮に御恩大目あり、御恩方々の女房を押し合わせたる、数知らず見えたり、根の時に御恩もたてまつる、おの油、ほのかなれど、 御恩気配糸めでたしと宮は見立てまつれたもお,おとどおぼしすつまじきを頼みにてなめげなる姿をすすみごろうぜられはべらるなり後の世のためしにやと心せばく忍び思いたもるなど聞こえたもお宮いかなることと思いたまえお思いたまえわきはべらざりするを こうことごとしゅう取りなさせたまをなんなかなか心置かれぬべくとのたまいけつほどのお恩気配いと若く愛行づきたるにおとどもおぼす様におかしきお恩気配どもの差しつどいたまえるを淡いめでたくおぼさる母君のかかるおりだにえ見えた,ええみたてまつらぬご 意味じと思えりしも心苦しゅうて、もう登らせやせましとおぼせど、人の物言いを包みてすぐしたまいつ、かかるところの儀式はよろしきに何に、いとこと多く売る先を片端ばかり、例のしどけなく、まね番もなかなかにやと細かに書かずで。こんなふうにして、 西のどこれは六条院の秋の町秋好む中宮のあごめんなさい、えー、六あの明石の姫君の模擬を営むところで、えー、明石の中宮のごめんなさいあの秋好む中宮のいらっしゃる一角ですね。 あっ、えー、子の夢中にあの託してあるわけですが、ね、その西の音と秋の町の御殿に、えー、犬の時大体いいえー 今の夜の8時ごろですねにお出かけなさった宮軍のいらっしゃる西の放地出をしつらえて前にも出ました放地出で,ですね、えー 西の御殿のちょっと離れのようになった一角を整えてそこに見ぐし上げのない詩なども模擬の儀式のための神を整える 薬をするその人がないしつまり、えー、中宮が後でえ下がってきてるわけでその中宮に、えー、ついてきている宮中のないしのや女房ですね、うん、それがその見ぐし上げのないしなどもやがてこの辺に参れるそのうちにこちらの方へ、えー、誕生した 上も紫の上紫の上もこのついでに中宮に御恩対面ありちょうどこの機会に秋子の中宮とご対面なさった普段はなかなか、えー、紫の上はもちろん六条院にずっといるわけですけれども秋子の中宮が下がってくる時でないと。 会うことがないわけです。ちょうど下がってきていられる中宮と、またこの時ご対面になった。その他、お方々の女房。押し合わせたる数知らず見えたり。この六条院の。他の方にお仕えしている女房たち。ね、それが。ここへ全部集まってきたわけで。 木の模擬の儀式の場合集まってきたわけでで、えー、押し合わせたるつまり閉めているその女房たちの数が大変たくさんである数知れず見えたりそして、えー、夜が更けて根の濃く根の時、えー、もう夜中の午前1時ぐらいですね いいよ御いよ恩も姫君に奉る辺りを照らしている大人の油油火の光はほのかだけれども姫君の御恩気配は回想結構であっと中宮はおみ申しなされる。 源氏のおとどはおぼしすつまじきを頼みにてこの中宮に言ってる言葉ですあなたがこの娘を将来も大い捨て遊ばすことがないだろうということを頼みといたしましてなめげなる姿を この私の娘のナメゲっていうのは無礼とか失礼とかいう謙遜した言い方で言ってるわけですね。この私の娘の失礼な姿を進みご,ご,ろ,うご,ぞご,らごろうぜられはべるなり。なんか舌がちょっと回らなくなってきました。<laughs> こうしてご覧遊ばしてくださいますことでございます感謝した言い方ですね心よくご覧くださいますことうれしいございますというふうな思い 後の世のためしにやと、こんなふうに娘のための腰いの役をお務めくださいますことを後世の例になろうかと、心ばせ、<っ>心狭く忍び思い保る。 この親の心狭い猟犬ながら胸の中に忍び思い保るありがたいことだとつくづく思っておりますなどと申し上げなさる。宮は、 いかなるべきこととも思い玉へわきはべらざりするをどんなふうなことかともこんなふうに私に追いつけなさるそのお心は えー、どんなふうにお考えになってのことかとなかなか判断もいませんでしたけれどもこう,こ,うごことごとしを取りなさせたものになるこんなふうに重々、えー、しい形でお扱いなされますので。 ななかなか心を置かれぬべくかえって私の方が恐縮に存じます私の思いの方が恐縮に感じておりますとのたまいケツほどの恩気配のたまいケツっていうのは源氏の,現時の 丁寧な挨拶に対して、えー、それを受けてこう宮宮が言ってるわけですがその言い方が重々ももしく受けないでのたまいけつほどの恩気配源氏の丁寧な挨拶に対してさりげなくお受けになっていらっしゃる その,ご様子のたまいけつっていうのは子供なげに受けていらっしゃるあるいはさりげなく受けていらっしゃるそのご様子大層若々しくって愛行好きたる情愛の 終わりの様子におとども思う様におかしき恩気配どもの差し届いたる差し届いたまえるを源氏の方でもうそれぞれその思いのほど ゆかしいご様子の方々が、えー、一堂にその場にお集まりになっていらっしゃることを淡いめでたくおぼさるつまり秋子の夢中宮のこういう源氏の,現の大変こう恐縮したように。えー 帝長に挨拶しているそれを受けて、えー、あまり重々しく感じさせないようにさ,さりげなくおっしゃっているご様子それがかえってこう若々しくそして情愛の細やかな様子に感じられるそれで、えー、源氏の心も何か楽になるわけですね。そしてあの こんなふうに自分の周りにはつまり六条の屋敷を中心として、えー、思いのほどの趣深いお様子の方々が差し続いたまえるお,お集まりになっていらっしゃるのを紫の上をはじめとして、えー、それぞれのこの 六条の屋敷のまちまちに集まっていらっしゃる方々の心深いお集まりでいらっしゃることを淡いめでたくおぼさる理想的な関係だな非常に結構な間柄だなというふうにお思いになる。今から光源氏はそういうい場を 理想の場だといいう,うに思っていたわけですね心の豊かな姿の美しいそういう女性が集まってきてそしてその屋敷がにぎにぎしくく栄えていくそういうのを理想にしてきたわけですがそれがある程度こう思いかなったような気持ちがここでしているわけです。 秋子の夢中宮の王体のしぶりですね,ね淡いめでたくおぼさる結構な間柄であるなと思い遊ばす「川君のかかる折り谷へ見立て祭らぬ後海の親である明石の君がこういう肝心の時になってもえ、ね この場にあってご覧になれないこの姫君の模擬を済ませた姫君をご覧なされないことをイみじと思えりしも心苦しゅうてひどくつらいことだと思っているであろうそのこともいたわしく思われてもう登らせやせましとおぼせど ここへ呼び寄せようかと思いになるけれども人の物言いを包みて潰したまいつ世の人の評判になるのを慎んでいやここは押さえておこうとそのままにお過ごしなされたやっぱりここら辺も母親の身分が 格が一段下がっている地方の図領階級の娘だということそのことを気にしているわけですねかかるところの儀式はよろしきにだにいとこと多く売る先を片端ばかり礼のしどけなく真似番も,もなかなかにやとて細かに書かず こういうところの儀式というものはよろしきに何にこれはあのそう格別のことでなくてもということです普通の程度のことであってもはいそう 行われる事柄が多くってうるさいものであるがだからほんの片足だけ例のごとくひどけなくまね番もそれ締まりもなくまね事を書き連ねたりするのも。 描いてと思って、えー、細かくは書かないここで省略しておきますという作者の弁ですねこういう時の赤巻きの儀式などというふうなものは普通のおばあだっていろいろ決まりきったことが 次から次とうるさくって書くことはもう決まりきっていることそれを決まりもなく真似ごまねて細々と書きつられるのはかえって効果もないことだと思って細かには 行かないなでここで省略しておきますということ。